スパージュは気分に合わせて明るさや色を変えられる調光調色照明や、空間を演出するライン照明、アクアタワーライトなど、さまざまな演出照明をお選びいただくことができます。壁付きリモコンの下部にあるプラス・マイナスのボタンを押すと、6段階で主照明の明るさの調節ができます。照明のスイッチをつけると、4段階目の明るさで点灯します。単押しすると1段階ずつ、長押しすると徐々に明るさが変わります。1から6段階の照明モードに応じてランプが点灯します。アクアフィールライト、スポットライトなどの演出照明はリモコン上部のボタンで操作します。単押しすると演出照明を点灯・消灯できます。2秒以上長押しすると演出照明を点灯し、主照明を消灯します。演出照明にアクアタワーライトをお求めいただくと、リモコンがワイヤレスのタイプになります。ワイヤレスリモコンの右側には、クール、ナチュラル、ウォームの3つのシーンに切り替えができます。気分や時間帯に合わせてお好みのシーンを選択いただけます。ワイヤレスリモコンの上下のボタンを押すと、明るさが5段階で調節できます。単押しで1段階ずつ、長押しで徐々に明るさが変えられます。左右のボタンを押すと、オレンジの温かみのある電球色から白く爽やかな中光色まで、光色を5段階で変えられます。電球色左側のボタンを押すと電球色に近づけ、右側のボタンを押すと中光色に近づけます。単押しで1段階ずつ、長押しで徐々に光色が変えられます。リモコン下部のボタンで各種演出照明の操作ができます。上からベースライト、アクアタワーライト、アクアフィールライト、スポットライトです。単押しで点灯・消灯。2秒以上長押しすると演出照明を点灯し、主照明を消灯します。